ションの高橋遥と、同じくリリブリプロダクションの佐々木いぶきです。よろしくお願いいたします。これスイーツラインっていうのはいろんな方がパティシエの方ですか、いろんなお菓子を開発して、なんかこう新しい普段食べたことないようなのがたくさんあるって聞いてます。店舗の方から、ご参加いただきましたのを含めまして、全部で10店舗参加しております、詳しくはですね、お手元のお配りしたこのパンフレット、学校の一つです。この学校では製菓衛生士、それから調理師、栄養士、この3つの。それでは誉れ富士関からご紹介。皆さんこんにちは、愛知県出身の伊佐明治と言います。よろしくお願いします。ご試食していただいている間にですね、原材料や製法をイメージし工夫を重ね、小麦の素朴な味でございます。で、四角いサイズのこうたくさん入っているようなものになるピンクの時代です。少しの乾杯の酒粕を練りでございます。柚子の香りが香ってあんこと相性ぴったりで美味しかったです。ほろっとした食感で甘さが控えめでとても食べやすいなと思いました。すごく楽しそうなお菓子に最初は思ってたんですけれども、食べてみて本当にチョコの香りがあんこと相まって本当に美味しかったです。そして皮も色が2色になってるんですね。でそこの層がすごくこう舌触りが感触があってとても美味しくいただきました。ありがとうございます。全部とても美味しかったです。ありがとうございます。一緒に食べていただけてすごく嬉しい。いただきます。ただいまお配りしているのは里線の空、百花園の新潟清瀬をさせていただきます。大体そうだね。まずは里線の空、こちらですね。かわいい形をしていますが、4月に販売を開始しました。米粉を一部使用したが、本日は百花園5代目太田慎太郎様に柔らかく仕上がっています。主な材料は黄身あんと蜂蜜、食べていただける一品並んであります。文化祭も楽しみながら買っていただいてということでございますので、はい、ありがとうございました。森さん、ありがとうございました。皆様、ぜひイベントを終了いたします。新潟がスイーツラインプロジェクトやスタンプラリーの持ち出しを取っていただけますので、お時間の許す限りおゆっくりとお楽しみください。